この先は気温が上がり、バレンタインの頃にもらいますと4月並みの陽気になりそうですね、はい、そうですね、はい、これまでは低気圧が抜けた後シベリアから高気圧が張り出す、寒さもたらすっていう解説をしてたんですけども、はい、その高気圧の出どころというか出身地が変わってきそうなんですね、うん、はい、こちらちょっとご覧いただきたいと思います。今高気圧低気圧のアイコンをちょっとつけましたけども、低気圧が抜けた後、まあ、この辺ここにあるのは高気圧なんですけども、シベリアからあるシベリアにある高気圧が日本近辺に来ると、寒くなるわけですけども、注目していただきたいのはこちらですね。中国大陸の中国南部の方にある高気圧、こちらの方が今準備をしているような状況になっていまして、11日、まあ、明日ですけども、だんだんと移動性高気圧に変わって、12、13、という形で日本近辺を覆うような形になります、はい、出どころが 中国大陸南部ですので、結構高い気温を持った高気圧ということなんですね。ということでここで気温が上がります。そしてこの高気圧南に下がって発達するということで、どんどんこう南西の風を送り込みやすくなってくるということで、まあ、15日以降この辺りに前線ができてくるんですけども、うん、天気が悪くなるんですけども、気温が高い状態が続くと。そしてこの低気圧が抜けると、次の高気圧が来るんですけども、この高気圧は中国大陸南部というよりもこの辺り真ん中の辺りから来てますので、若干気温が低くなるというような形になってきそうです。わかりました。気温のアップダウンも大きくなりますので、皆さんも体調を崩さないようお気をつけください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。